朱雀の巫女宮家様は玉褒めとの別れを惜しまれたのでございます。その後玉褒めは恐れ逃げている青龍の巫女ユイ様とユイ様を追う中子に会ったのでございます。中子が現実の世界に現れ玉褒めと戦わんとしているのを知った宮家様は玉褒めのもとへと急ぎました。がその時すでに玉褒めと中子の戦いは始まっていたのでございました。宮家、最後にもう一度お前に愛してるって言えてよかった。もう会えねえかもしれないけど許してくれよな。お前の未来だけは絶対守るから、この俺の命をかけて。お客さん、これ以上はちょっと恥じですかね。じゃあここでいいです。お客さん、お釣りお釣り。すみません。無茶言うな。向こうは道が裂けて火の海。こら待ちなさい。無茶だ。玉褒め、無事でいて。話にもならんな、玉褒め。貴様ごとき片手でひねり潰せるわ。宮家、どうした玉褒め、一人で立てぬの。かわいそうに血だらけではないか。お前は交わりなくして私を感じさせてくれる。ふざけんな。まだ動けるではないか。そう来なくては殺しがいがない。出しておけば。どうした玉褒め、朱雀の巫女を守るのではなかったのか。朱雀の巫女の住むこの異世界を守るのではなかったのか。
いいぞ玉褒め。さあお前の大事なものを私から守ってみせる。玉褒め、中子に戦いを挑むも撃つことあたわず、ただ撃たれるのみ。玉褒め頑張ってくれ。あ、何、朱雀の巫女、炎と煙の中玉褒めを訪ね進む。あのバカ、そんな危ないところへ。ちょっと危ない、あっちに行きたいんだってば。ミラカ、朱雀の巫女ユイ様のところへ来たらしい。何、お前とじゃれるのもここまでだ。そうは語るか。死ね。私が張ったユイ様の結界、何者にも破ることはできん。どうしたの？タマホメはどうしたのよ！タマホメ、中子の前にその命をつく。玉褒めが死ぬなんて、そんなバカな、ヒーローは死んじゃいけないんだ。ケイスケ、テレビの臨時ニュースで見てさ、びっくりしたぜ、まさかと思って。わっ、何その顔。玉褒めが中子に殺された。どうしよう、ミヤカとユイちゃんも中子のやつに殺されちまうよ。警察や機動隊も近寄れねえらしいしな。せめてこの詩人天地を中子に向けられれば、やつを本の中に戻せるかもしれねえのに。無理だよ、その前にあいつの気功術で俺たちが別の世界へ行っちまう。だったら、だったら、タスキとチチリを助っ人に呼ぶしかない。ちょっとケイスケ落ち着け、あの二人も今や普通の人間なんだぞ。普通の人間よりは強いさ。もう時間がないんだ。タスキ、チチリ、頼む、声届いてくれ。
お優しい方でした。お若いのに民のことをよく考えておられて、それでもどこかお寂しそうで、しかし朱雀の巫女やあなた方とお会いしてからは、それは楽しそうにしていらした。タスキ、父に、聞こえるんだね。僕は宮家の兄のケイスケだ。宮家の兄貴やて。妹、宮家を助けてくれ。中子がこっちの世界に来ちまって、今宮家たちが殺されそうなんだ。宮家が？もう君たちに頼むしかない。宮家の持っていたリュック、荷物を持ってこっちの世界に来れるように強く念じてくれ。早く！玉褒めは負けたりしない。玉褒めは、俺たちは夫婦になったんだ。奇跡を起こせるんだから。ゆいちゃん。さあゆい様、青龍への最後の願いに私を神に永遠の命と力を与えてください。いやだ、あんたの言うことなんかもう聞かない。話せよ。ユイ様、約束は守らねばいけませんね。でないと私も破らねばならなくなります。約束。約束？朱雀の巫女を殺さないでおくという約束ですよ。もっとあの娘はこのまま死ぬ方が本望かもしれませんがね。先に行った愛する男の元に向けて。やめて、宮家が死んじゃう。ユイ様、青龍の最後の力を使うのです。言う通りにせねば、朱雀の巫女だけでなく、あなたのこの世界を破滅させてもよいのですよ。ユイちゃん、そいつの言うこと聞いちゃダメ。たとえ私が何されても、殺されたとしても。やはりな、お前たちはこの世界がどうなろうといいと思っているのだ。うすうす気がついておいた。お前たちは自分が住むべき世界から我々の世界へ逃げてきたのではないかとな。そうだよ。あの頃こんなとこ嫌だったよ。でも私たちはここで生きてきた。ここで生まれ、ここで育ち、ここで友達をたくさん見つけた。ね、そうでしょゆいちゃん、ね。今この男の願いを叶えたら、その時は本当にこの世界が。うるさい娘だ。己の安住の地を求めるのは誰しも同じ。私とてそうだ。私に望む世界があって何が悪い。お前たちが自分たちの世界から逃げることを望んだように、私は私の住むべき世界を私の手で作る。ただそれだけの違いだ。私を信用してるわけ。宮川、
やっと気がついた。私ね、悔しかったんだ。あんたが私を置いて玉褒めのところへ行っちゃうのが。玉褒めは好きだったけど、私あんたが間にいなかったらあんなにムキになって彼を手に入れようと思わなかった。あんたが私を裏切ってないって分かってたよ。玉褒めより私の方があんたのこと分かってるんだよ。だって子供の時からずっと一緒だったんだもん。ただ悔しかった。私だけがどんどん怪我されていくみたいで、あんたと玉褒めの間に私の居場所が見つけられなくて。ヤイちゃん、でももういいよ。もう疲れちゃった。同じ高校に行きたかったけど。バイバイ怪人。二度目だ。すべてが済んだ。さあ、この世界をどうしようか。正義を、ユイ様にすべて破壊してもらおうか。返せ。玉褒めとユイちゃんを返せ。お前一人に何かできる。玉褒めのところに送ってやろう。それで全てが終わる。奴らだ。もう何もかも済んだという。俺ら朱雀七星は諦めが悪いんじゃ。ミヤカ、ミヤカ、オイラなのだ。しっかりするのだ。ミヤカ、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 ミヤカ。こんなにうまくいきこない。
ユイ様は命に代えてミヤカ様に力を与えました。タマホメは愛を、そして七聖士たちは勇気をミヤカ様に与えました。みんなの希望を宿した少女が今伝説のスザクの巫女となる。次回、託された希望、この願い天へ届け。